で、まあですね、この感じで、まあその指定の、ここいいなっていう会社見つけたら、まあその会社の商品一覧のトップページにね、こうやって行って、で、売り切れがある商品いちいち見てもしょうがないんで、まあこの在庫あり、押して、で、ここで検索かけると、在庫がね、多くある方から順番にこう上から出てきてくれるんで、でもこれをね、上から順番にもブワーって出していくみたいな。そんな感じがいいと思います。結局結構数勝負みたいなとこあるんで、この会社いいなと思ったらダーって出していった方がいいですね、基本的には。結構ね、考えてる時間の方がもったいないんで、まあ、もちろん考えるのもね、いいんですけど、例えば、30分時間を取って、まあ、高速でやったとしたら、5個、出品できるとするじゃないですか。でも考えて1品しか出品できないんだったら、高速で5個出した方がいい。そういうことですね。だからうまく、もしそこ、うまいこと、30分で、結構いい感じで選びつつ、3、4品出せるんだったらそっちの方がいいけど、結局30分でね、選びすぎて1品しか出せないんだったら、もう端から行っちゃった方がいい。そういう感じで考えてましです。たね。1時間とか考えてたんですけど、これ違うなみたいな。ああ、これ売れないだろうみたいなね。まあ、もちろんね、考えるのは重要なんですけど、まずね、売れるっていう感覚が結構必要なんで。で、サイトにもあったと思うんですけど、転売の、メルカリ転売のね、サイトの中にも、ここ、例えばこうクリックするじゃないですか。この販売後注文可の商品を1点だけ必ずね、忘れちゃいけないのが、例えばこれで注文入りました。これ1です。ちょっとパスワード言ってもらっていいですか。まあこうなりますよね。で、お手続き一覧。もう一回すいません。そしたら、ここに、顧客直送納品書を希望するっていうふうに書かれてるんですよ。これ必ずチェックつけないと、お客さんに、仕入れ値がバレちゃうんで。これでね、出品停止食らって、食らう人たまにいるんで、気をつけてくださいね。なんか原価1500円だけどみたいな。しかもなんかよくわかんない会社からできたけどみたいな。大丈夫ですかみたいな。てか、この会社、なんか送料1000円もかかりますけど、大丈夫ですか。高いっすよね、結構。それ1000円って。結構600、500円とか600円なんで、普通。多分俺、海外の会社だから、送料高いんじゃないですかね。ただまあ、1万8000円以上買ったら0円ですよって書いてありますけど。で、まあ、基本は、600円ですよ、国内の会社はね。まあでも1000円上乗せしてね、それでも売れるんだったらいいですけど、もちろんね。まあその代わり安いんで、まあいいかもしれないですね。まあ別にそこは。その代わり商品自体が安いからまあいいかな。なるほど。まあいいっす。あとはまあ、入金確認後5日以内に商品を発送いたします。だから、
発送が5日以内だからお客さんに届くのがまあマックスで7日ってことですよね。7日とかぐらい、うん、なんかそこは出品するときに書いとか、ね、書いとくっていうか発送期間をマックスの5から7日とかにしとかないとやばいって感じですよね。やばい、うん、でこれご入金確認後5日以内の発送ですからね、納品じゃなくて発送ですから、要は最大5日後に発送するってことですから、そっからまあお客様に届くのがまあ 2,3 日と考えるとマックス 7,8、まあ、1週間以上かかっちゃうかもしれないってことですよね、うん、だからそこはあまり遅すぎると怒られちゃうんで、メルカリそもそも選ぶ欄あるじゃないですか、発送までのなんかあれみたいな感じで、あれを長めにしとかないといけないですよね、うん、っていう感じですね。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫。じゃあまあその選びすぎないこと、大量に出しまくることっていうのはまあ第一条件ということですね。まあ、その中で、まあ、できれば選んだ方がいいとか、まあ、飛ばしたりね、まあ、こんなコカ・コーラのこんなん売れ絶対売れねえだろみたいな、こういうのは飛ばすとかね、うん、まあ、そういう感じで、まあ、結局基本はまあ薄利多売のビジネスなんで、なるべくたくさん出品する、まあ、その中でもアホみたいに全部出品するんじゃなくて、まあ、多少は選ぶみたいな感じでやっていくといいと思いますよ。はい、ではちょっとまたそれを踏まえてちょっと進めていっていただければなと思いますんで、メルカリの商品選びについては大丈夫でしょうかね。はい、じゃあそんな感じでやっていってください。